第七巻は先生どんなテーマではい、第七巻はですね主、はい、導権を取るというテーマでやってみたいと思いますはいそれではよろしくお願いします、えー、実践です黒こちらの方に行ったんですね、はい、黒が閉まりましてそこで係り でこういったこですねここさえましてね引きですねカけついでこちらに来ましてね例えばこうですかこれはですねこの位置がこういうふうですとね背中を消しているという感じがするんですけどこちらですのでね白は少し工夫してナダれていったということですね。こちら こうですね。はい。そこでですね、跳ねましたけどね。を引くと押せばですね。ええ。オーナだれですか。大なだれ。はい。これも一番難しいやつですけどね。はい。例えばまあ引き押し立てでですね。はい。はい。ほっときましてもね。ええ。ずいぶんこちらの方に黒石が偏ってますね。はい。そういえば低いですよね。はい。それで黒もこの跳ねを工夫してこのなだれというやつですね。はい。 これも変化はあるんですか、はい。そう難しい変化はないですけどね。はい。はい。これは伸びるか欠けつぐか。伸びるか欠けつぐか。はい、ええー、視聴関係があるんですね。あ、はい。はい、これは視聴がいいということでね。視聴がいいときは伸びた方が。はい。とこもちょっとやりましたけどね。こう張って、はい、切った時の視聴ですね。はい。こうですね。 ここの主張ですね。つな、はい、いでこう来る主張でね、白がいますね。はい、今白が主張がいいということですね。はい、それで黒はここを押さずに、はい、こう押さえるこちら取りに行くわけですね。はい。はい。そこで白が、はいはい、当てですね、はい。ここは伸びを取らないと取られますのでね。ここがやはり主張になってますね。はい を効かしてから取るというのが定石ですね。はい。白、はい、から抑えが効いてます。はい、はい。ここで一段落しんですけどね。はい。はい。このままでは終わらないですね。はい。えー、どう使うということですけども、えー、まあ一つは押すんですね。今までの定石はね。押し。はい。はい、押すとえ飛びになりましてね。はい、えー。開きになります。はい。はい。えー。 膨みぐらいですか。こうですか。はい。こんな感じです。これはどうなってるんでしょう。はい。これはですね、えー、部分的には白がやや,や打てるかと。やや打てるというのは。はい、ええー、いうことなんですけども。はい。この、えー、締まりがですね、えー、この石にちょっと迫ってるんで。ああ、はい。ちょっと目の心配があるわけですね。ええー。だから部分的には。えー 白も打てるけども、はい。この局面では、ちょっとこれが窮屈かなと、はい。いうことも言えますね。ここではですね、はい。通常の定石じゃなくて、はい。はい。かけていきます。かけですか？はい。押さずにかけてしまう。これはでも取れるかどうか、はい。あのですね、ええ。このかけというのはね、はい。ちょっと一瞬浮かばないんですね、はい。 順番に読みというのはね、押していったりね。えーはい、ま,まあ、一つの。かけるというのは先回りして。<ー>発想の飛躍ですね。はい、はい。ええー、これがどうなるか。はい、えー。まあ、一つの形ですね、ここへ飛ぶのはね。はい。はい。これはですね。思い切って。はい、<う>出て切ってしまいます。はい、こうしますとね、下切って。 伸びたときに取られますよね。ええ、取られてしまいます。あ、これは取られるのでね、読みをやめちゃうんですけど。はい。はい。これよく見ましたらね、ここあたりして、ああ、こうですか。はい。白外星が。はい。ここはね、下手取りましてね。はい。これ部分的には、はい。はい。黒も打てるんですけどね。はい。はい。この局面、ええ、この厚みがですね、この二連星。 非常にうまくレックスしてですね。黒はここの実利とここの実利、はい、もうあのこ,これ以上増えない。えー、白はこ,これからですね。えー、すねこの、えー、この真ん中がね楽しみですね。はい、はい。先生こちらの飛びはこの三種を捨てて白がいいのがはいわ、はい、かりましたけれどもこちらの飛びははいそれも形ですね。はいこれもねでっていきます。 できますか。はい、これは傷がありますよね。はいえー、出てきますね。はい。ここでそのまま受けてちゃダメですよね。ここで絞りますね。ここで。はい。とりあえず絞りますね。はい。はい。つなぎまでの格好ですけど。はい。はい。これはですね、これ取っとかないといけませんね。 はい、ここまで一気に来ましたね。はい。はい。黒はここへ切っていきますね。ええ。はい。これ逃げるのはね。はい。下が持たない。さすがにこちらの方がはい。これはまた捨ててしまう。はい。抜きになりますね。はい。はい。これは飛びくらいですか。はい。これ一見自然な手なんですけどね。はい。危ないんですね。はあ。はい。これはですね、ダメ詰まりで放り込まれて。 こちらへ。はい。これはでも取りますね。ええ、死ぬことはないんですけどね。ここでこうここでつけられまして。こちらですか。はい。ま、例えば当たりをしてもですね、下がって。はい。結局これが危ないですからね、戻りますね、ここに。あ、戻らないと取られてしまいますね。それで当たりしてね。当たりをつないで。ずいぶん効かされた感じですか。目がなくあなくなっちゃいますね。危なくなっちかち。 はい。え、これはですね。危ないです。はい。はい。この一点飛びはね。はい。下に。あ、こちらに打たないといけない。そうやっとくのがいい手なんですね。はい。はい。そうすると、これはもう攻めれませんからね。はい。え、今度、まこの爪ですね。黒はこちらの方に。はい。そこで。白は。桂馬に。はい。え。こちらがいいところ。なんですか。これはまだ攻めるぞという。 ですね。でも先生ここの出切りがちょっと心配ですけれど。そうですね。はい。え一応ねいっぱいに頑張った手というのは多少の危険があるわけですね。はい。はいやってみましょう。こうですね。はい。切ってくる心配ですか。はい。これも読んどかないといけませんよね。はい。はい。こうありましてね。はい。これも勢いこうですか。ええ。はい。これはねこういうふうに。 手帳でね取れますからね。なるほど、手帳ですね。はいええ、まこの手でですね。はい。えここに出てくるような味はありますけどね。ダメズマエで。ええ。はい。もうここに至ってはね。はい。元手がねかかりすぎて。はい。はい。こうポンと抜かれてね。これはえ捨ててしまうんですか。抜いて。はい。ね。はい。ここのね亀の甲がすごいですからね。はい。はい。 なるほど、こちらよりこちらの方が大きいですね、はい。もう間に合いませんね、出るはい。はねはい、えー、できりがないんですよね。はい。そうすると、こんな手は。あら、難しい手を発見してきましたね。<laughs> ちょっと読みがありまして、はい。次ますと、はい。なるほど、出てこようというんですね。はてて、ええー。はい、これはこう受けるとちょうどこれが待ってると。はい。 これは白つぶれですね。そうですね。はい、これはいけませんね、白。はい、つな、ね、いつないだ手が、えー、下がりですか。これがもっといい手ですか。はい。しょうがないですね。これ切りますと。はい、えー。つけるしかないですかね。つけですか。これはどうするんでしょう。押さえですか。はい。押さえるとこれはね引いてましてね。はい。生きてますからね。はい。はい。えー そうすると、ちょっとこの傷と。<A> この立ってる形が白もいいですからね。はいはい、これがちょっと弱いですね。うん、あはい。これはですね。こすみつけてきても。はい。下がって。切ったらつけて。<A> はい。しのいでますね。<A> はい。はい。えー、一応経麻した時からの読み筋と。はい、はい。こういうことですね。 ここでですね。怖いのはまあもう一つは付け越して切る。あこちらに。はい。その手なんですけどね。これ出ましては切りですね。はい。まあ一本は叩きますね。はい。はいそこで当てて上から当たり。はい。はい。そして出てきたらはい出ていきますね。あ調子で出ていくんですね。調子で出ていきます。はいこうやりました 伸びですね。はい。はい。出ます。まだ出る。はい。伸びましてね。一本道で、ここまで来まして。はい。今度はね。ちょっとこの石頑張らないとね。はい。これ攻めれませんから。ええ。繋ぎます。繋いじゃうんですか。はい。これはね。はい。白がいいですね。ええ。心配なのは。はい。こちらです。はい、それなんですけどね。これ。例えば、これ受けたりしますとね。いっぺんに。 一画になっちゃいますからね。そうですね。はい。ここでですね。はい。まこの覗きは気になるんですけども。はい。白から前手の位があります。ここへつけましてね。こちら。はい。出てきた時きに切りで取られますからね。ええ。はいここでこちらに沿って合うんですね。はあ。これで今出るのはえこっちから受け えこうなって繋いだな、押さえて、あ、当たりになってますね。爪子みたいな、大変ですねこれ。はい、えこうつけて下をですね、はい、ハウテで、はい、はい、ここもうまくしのいでますね。はい、はい、上は上で頑張ってます。はい。手順を確認しましょう。 こちらは出られないということですが、はい。それではこちらは、はい。それもね、やっとかないといけませんね。はい。その方がね、え、綺麗ですね。はあ。押さえて、え、はい。ここで切ってこうやってるんですね。はい。これをうかつに受けますとね、え、あたりから伸びて、はい。ここでね、切られてしまいますね。取っちゃうということですね。はい。白は緩めるわけにいきませんね。え。ダメを詰める。はい。いっぱいにか。 ねはいこれはい出てきますかはい出てきそうですねはいちゃんちゃん出てもう勢いですねそう白も叩いてきますねはいはいこれははい一本切り入れてですかねはいはいじゃあ順番に出てきたらどうなるかまあ当たりですねはい当たりですかはいもう勢いですねそうですね はいこんなことですかね、ええうん、ここでもうこれを逃げるわけにはいきませんのでねはいもう捨てていきますかね捨ててしまいますか、はい、こうですかはいこうですねはいこうですかこちらにはいこんなことですかねはい、えー、これはまあ相当暑いですね えー、外がね。はい。はい。字はまあ大したことないですね。ああ<ー>。はい。はい、それとですね。ええー。存外これ厚いんですよ。外。例えば。ここ傷が入ってますけど、はい。入ってますけどね。はい。ええー。まあ、押さえなんかも、先手で聞いてますのでね。これも聞いてるんですか。か、はい、白の押さえがどうきいているか。黒が押していくとどうですか。はい。はい。これはですね。当たりから。はい えー、押さえなどが効いてますね効かずにこちらへ打つとどうでしょうはい、それはこうやりましてはい、つないでいて黒からどちらからもせませんね、はい、はい、白の一手勝ちですということはこういう手は打てないんですね、はい、下りぐらいですかはい、そうしますとね、えー、この下がりはもちろん えー、腰身まで聞いてますね。やはり手を抜くとどうでしょう、はい。これはこうなって、こうなってこう、えー、こうになってしまいますね。はい、はい。はい。そうしますとね、はい、あと考えられる変化は <A> ここへ出てくる手ですかね。ああ、こういう出方もありますね。はい、押さえますね。はい。こうですか。こう出る。もうこれ押さえていく。 こうしますとね。<A> 当てて。つないで。はい。まあ A、切ってですね。はいこ。ここまで打つと、こういうふうに。はい、その石が一応取れるんですけどね。はい、ただ、ね、あの、さっきの。こう、すっきり切ったやつじゃなくて。はい。こう一回ね、これを交換してますからね。ええ <A>、はい。これは、まあ。こういうふうに。曲げぐらい。定一段落ですけどね。 これもまた捨ててしまうわけですね。この外もずいぶん厚いですね。はい、はい。比べて実利はそう大したことないですね。はい。はい、えー、さっきはこっちを切りましたけれども、こちらはどうでしょうか。なるほど。えー、そちらも、はい、つなぎ。心配ですけどね。はい。これは逃げますね。つな、はい、いでくるわけですね。えー、うん、これは、 ええ、なかなか捕まりませんね。はい。はい。じゃあ、ここで、また。もう一度かけですか。はあ、い。は<ー>かけてみましょう。また捨てる作戦ですね。出、はい、ると、抑える。これもやはり、どこか。はい、これはもう順番に行きませんとね。ここから。はい。はい、ええ、黒が助かりませんのでね。あたりして。はい。黒は。切るごとに、どんどん損をしてるんですね。はい。 ま取れますけどねその代わりはいはいこうなりましたえ白はここでもう逃げれませんのでねはいこちら取っておきますかねこちらをはい熱くはい熱いですこんなもんですかね血管はこちらのなるほどはいそこの切りはいまやってみますかはいはいはいもうこれはね勢いですね石の調子で勢いまた外からはいまた外から行きましてねはいえ こうやると。三回目の。あ、出ましたね。もう続けて開けていきましょう。そうです。やはり、これまた出てみましょうか。これ押さえるしかないですね。傷はどうするんでしょう。ええ、ここで。絞りますかね。こちらから今度は。はい。取り。取りますね。はい。こう。たりですか。つなぐと。これは。ダメ詰まりを見て。 ああこちら金上げる形ですね。はい。はい。さあこれどうなるんですかね。どうでしょう。これがなんか随分ね窮屈ですね。これからね、こう大きな戦いになりそうですけども、白はねこの辺の利き味があるねあたりのはいそんなのもありますしね。そこが一番手厚いですから。はい。はい。これはですね相当この 団子の石の方が、不自由してますね。<ー>はい。これは、黒が戦えません。はい。はい。ええー、普通は押しですけどね。はい。はい。この局面に合わせてこう。ね、一歩相手より先行きましてね。こちらの。ですね、はいえー、そして、さ、相手より先に。はい、えー、先回りすることで、主導権を握ると。はい。はい。ええー、面白い掛け筋がね。はい。三、はい、回出ましたね。はい。 アマチュアの六段同士の実践ということで相当力も入っているでしょうね。お強いと思います。こうなりました。そして石が高いですね。はい、えー、力戦家でしょうね。はい、はい、そうですね。こうなってここで変わった掛けを。 なるほどね。これも掛け石ですか。はい。これはですね。ええ。あくまで。はい。このここの勢力と。ええ。ちょっと滝宮流針ですね。ああ、なるほど。中央で打とうと。はい。こういう工夫楽しいですね。はい。こうなりまして。はい。じゃんじゃんいこってですね。はい。ここで白で切ってきたんですね。なるほど。ね、なんかやってみたくなりますけどね。はい。ええ。 なりまして、そこで一応受けました。そうですか。はい。これも、まあ、主張がいいという前提ですね。どちらがこれは？逃げましてね。はい。こちらにかかっていると。あ、白に当たってますから、はい、白がいいわけですね。はい、で、切りを打って、はい、ここ行ってね、はい、戦いに持ち込もうということですね。えー、はい、えー。ちょっとしかしね、危険な意味がありますね。あ、白が危険ということですかはあ、い。は ということは黒にうまい手がある。はい。ありますね。どんな手でしょうね。何かつけていくような。なるほど。まあ、うっかり受けますとね。はい。今度は。必要でなくて。え。こうなって。逃げると。はい、で、取ろってんですね。これで下駄で取れてますね。はい。伸びでは。はい、こちらね。受けてくれないんですね。はい、こちらの方に。はあ。 この戦いは、これではですね、ええ、ちょっとここが薄いんですね。ああ、はいは,はい。は、えー、これは白が、えー、いい戦争。あ、そうですか、はい。仕掛けたということですかね。はい、えー。主張がダメ、そして付けから行くのも跳びられてダメということですね。はい、そうすると、賭けをここでも。 はいはい掛け筋ですかねこれはたすですねどうでしょうまあ出ていくしかないですね出てきますかやっぱり掛けといえば逃げますね捨てる作戦でしょうねこれはこうですかなかなかいい筋をねはいマスターしてきましたねはいありがとうございます出てきますかはいま取るしかないですねはいはい掛けからの捨て石の絞りということですねここは取り おいしぼりですか。はい。ちょっとここ気になりますね。傷がありますか、何か守るんですか。ちょっともう軽くね、これ。ええ。うつしたら、こんなもんでしょうね。このぐらい。はい。ええ、この局面はですね。白が。最後、ここに。回りましてね。はい。キーですね。ええ。まあ、これも一つのね。はい。ステージの手筋ですけども。はい。なんとなく。こう。無駄な石がくっついてましてね。はい。 それと、ここの手止まりがね。ぴったりしますね。はい。もう一工夫でね。いい手があります。はい。直接かけて失敗しましたので。今度はちょっと工夫します。こちらから。はい。こうですか。はい。ここでかけると。なるほど。どうでしょう。これは出ますかね。あ、出てきます。押さえですね。で。 当たりをしまして、こうですか、えー。これを捨て石に使って、はい、つなぎです。か。るほど。はい。はい。はいえー、まあこれ自体はね、えー、うん、そう大きくないんですけど、はい、どうもここに回られるのが気に入らないんですね。やはり白先手でこちらに回るということですか、はいえー。対局的にね。はい。はい。ここがねすごく模様の中心を割ってしまってますからね。えー 単にかけてもダメ、そして当たりからかけてもダメでしたね。そうしますと先生、他にどんな言いかけがあるんですか。はい、ええー、ずいぶんいい線までね、はい、出ましたけどね。えー、えー、コス見つけですか。はい、一つね、<ー>それを打つのがうま前手なんですね。はい。受けるしかないですね。えー、受けますね。はい。それから当てましてね。ここから当てる。はい。逃げるしかないですね。はい、はい。主張は以前悪いですけども。はい。 ここで掛けるんですね。ああ、こちらに。はい。そうしますと、えー、出るしかない。それから、跳ねて。はい。で。取りに来るしかないですね。えー、それで締め付けます。ああ。ここにいないから、ここまで効く、はいえー。取るしかないですね。はい、はい、それで、ここを効かします。はい。これもやはり。当たりですから、白を取りますね、はい。こうなるわけですね。 はい、はい。で、この石はもう着下した後の石ですから、か性<っ>石,石ですね。はい、はい。そこでここにもって。黒先手を取れたわけですね、はい。こういう局面になりましたね。はい。はい。これはコスメスけてかけていく。はい。見事に決ます。はい。はい。もう必勝形ですね。はい。アマチュアの実践です。はい。 なりました。そこで高くかかったんですね。白はゆっくりとといことでの辺だいたい挟んできますのはね、黒の多いところですから。はい。はい、こう戦いを避けて。はい。はい、つけ引で。黒は、あ、ここでこちらにありまなるほどね。はい。それもありますね。手抜きですね。はい。そしてすぐできました。 気合ですかね。相手がつがなかったから。はい。当たりを打ったんですね。なるほど。うん、これはね。えこう引くと。はい。押されましてね。はい。ちょっとこう。低くなりますからね。くらいがね。はい。はい。それで当てたんですね。黒はあちらの星のこともちゃんと。考えてるんですね。で、次ですか。はい。ここで。白はこちらに。こちらへ。はい。 うんこれはですねえごく普通のオーバーですけどねシいリアははいちょっと問題ですねあそうですかここでですね黒からいい手がありますねはいやはりこちら方面でしょうかなるほどねこちら押すわけにもいきませんからねそうですねはいではどんどん押していきましょうじゃじゃん押してくるわけですからはい伸びますね まあもっとしちゃいましょう。これはもとまりませんね。叩かれるわけにいかない。はい。うん。こんなもんでどうでしょうか。なるほどね。これはですね。ええ。こう締まりがありましてね。はい。こっちは少少じんさせてもということですね。はい。あの対局観としてはすごくいいですね。はい。しかしまあ白がこの辺にかかってきましてね。はい。はい。こんな進行でしょうけども。ええ。はい。対局観はいいんですけどね。 はい、あのやっぱり後からね落ちていくと<ー>、ね、車の後押し、ね、ですからあのね結局こういうところに最後回ったときに手を抜かれますね、えー、あはい、はい、押しでは車の後押しになってしまいますので、はい、それでは賭けですかやはりはい正解ですね、えー、さあ賭けがうまくいきますかどうかねはいやってみましょうはい押しますと押し これはね、やっぱりこの石をね、活用する、はい、働きでしょうね。はい、はい、まあこういうふうに地を頑張ってくると、はい、はい、ピシッとこう戻す感じですね。はい、まああたりを打って。これはつなぎですね。次ですか。え、え。はい。なんとなくこれが役立ってますね。そうですね。これまあこの辺に。はい。 こうですか。はい。でもなんかこういい感じですしね。はい。はい。この手ではです。ええ。すぐに切るのもありそうですね。ここを切っていくんですか。これはちょっと危なくないですか。はい。どうですかね。危ないというのは上からですか。ええ。これはすぐもうダメです。ね。これはね。ストライスもねまたね被災していくのははい。じゃあ心配なのは上からですけども伸びて。逃げる。はい。はい。群れ取りに行きますかね。はい。はい。下がっていきます。

それで白がいけませんね。というのは出ますと。では、こうすぐに。こうですか。はい。これ、いけませんね。あたりは。打って返しでね。打って返しですね。はい。これでは、まずいですから。え当たり先ですか。これ、つないで。つなぎ。あたり。はい。これは逃げていきますね。黒ね。これは、どうなんでしょう。これも逃げて。はい。 ちょうど、これが待ってますからね。渡ってしまうんですね。これは、白つぶれですか。あ、ま出てきますとね。出る。はい、受けて。はい。ええ、白から後手席にはなりますね。ああ。あたりを。あたりを。こうなって。はい。放り込まないといけないですね、責任するには。ああ。こういう放り込みですか。はい。取りましてね。 当たりですか。当たりして。つなぎ。はい。白もつないでおきますね。これで大きな石になりましたね。はい。このごて石はひどいですね。切りの具合でこの辺効いてますからね。あ。黒ここへ打って。はい。はい。こうなる。守らないといけないですね。はい。それでこの辺に打たれると。はい。ずいぶん黒に。はい。これは黒が。

まあ、継ぐのも一つの形ですけどね。もう聞かした後の位置ですから。はい。かけ継いで。軽く見るわけ。ではい、こちらをね、よくしようということですね。はい。先生、ここに白を切ってきますと。これは。はい。これはですね、聞かした後の位置ですから、そこから動きませんね。はあ。はい。こちら側から、当てまして伸びて。はい。はい、ここでもですね。ええ。しっン、ん。はい。で。こうな。 かける筋なんですね。ここでまたかけるわけですね。これはこうですか。はい。そしたら叩きます。頭を叩く。はい。ああ、こうですか。ここでですね。戻す。ああ、これ形ですね。先にどんどん行っちゃいけないんですね。傷ができますのでね。はい。こう手厚くいて、そしてですね、この切りを見る。 相手に傷を作って自分は作らないんですね。そうです。この切ってる石をですね、まだ活用したいということですね。はい。まあ頑張れば、そんな形ですかね。はい。ここでそれでもまだ切ってきますね。傷があるんですね。こういく。これは白。え、こう取るぐらいですかね。はい。伸びて。こちらですか。はい。ああ。これ手抜けませんね。今度出てくると。 出てきますと。はい。潰れますね。当たりが効いてますのでね。あ、こちらが効いてますね。はい。はい。それでは白はちょっと辛いですけどね。手入れそうですね。はい。随分効かしましたね。はい。効かされました。こんなもんかな。こちらですか。はい。うん。これはまた傷を。なかなか。どうするんでしょう。はい。受けますね。受けます。出てくるんですね。ええ切るとどうしますか。 これちょっと動きにくいですね。えー、仕方ない捨てますか。あまた捨てちゃいます。はい。はい、こうそうやってこっちに回っちゃうと。ああなるほどここに白取りましたけど黒は周りが。これこれこれ取られてますけどね。えー、小さいですね。なるほど、はい。もう盤上黒字だらけになっちゃった、ね、あはい。この黒の駆けに対して。 白が手を抜いたらどうでしょう。はい。まあ手抜くんだったらまあオーバーを打つわけですね。どこかね。ここが大きいように感じるんですが。そしたらまたかけていく筋ですね。もう一度かけですか。これは白まあ二回ぐらいですか。そしたらまたダメズまりを見てね追求していきますね。はい。はい。傷がありますよね。こう切りますと。はい。当たりしてね。当たり。え、まあこれこうですか。え。はい。そこで。 締め付けますね。こちらを取るしかないですね。白。はい。うん、今度は。こんなバランスですかね。あ、こちらに。はい。これはどうなんですか。これはなんか豊かですね。これがね。ああ、や。それと、ここね。いつでもてますね。当たりがね。あ、そうですすぐに打たないのもね。結構おしゃれなんですね。え、こういうふうにね。こっち行くかもしれませんからね。こちらですか。あ、こちらの機器もあるということですか。 後ろからこうくるのはね、怖くないですね、こうやって。こはい、抜いた時に、またこんなふうに言ってましてね。はい、ね、継ぐのも辛いですね、手がかかりすぎて、そしてまた抜きが。当たりです。はい、聞いてますね。聞いてますね。はい、この掛け筋ですね。ええ。 えー、ここで黒が当ててね、つないだときに白がここへ締まりましたね。はい。はい、えー。この締まった手がね、えーえー、かけられて、あ<ー>よくなかったということですね。はい。はい。ここはですね、白は、えー、かけ筋をね、はい、防いで並ぶと。並びですか。はいあ<ー>、えー。それが落ち着いた手なんですね。こんな手が世の中にあったんですね、初めて。えー、並んどいて、後でこれを挟んでいこうと。 もしこれでですね曲がったりしますと跳ねられて跳ねたら伸びてですねあんまりよくないんですね自分のこのまた切りが残ったりしましてねこちらがよくなりますのでここで白はですね何も打たずにそこへ並ぶというのが一つの形なんですね。そうしますとね黒はここへですね え、またここですか？はい。押し。え、この石をね、まだ活用しようと。え、はい。次の狙いはですね、もちろんこの後押しじゃなくてかけてですね。やはりここでもかけ。え、けて。はい。こう来たらですね。はい。はねて。はね。はい。同じような筋ですね。こうやってですね。はい。はい。つないで。戻る筋ですね。それでこの切りを見ようということですね。ああ。はい。それで白はですね。はい。ここ戻して。 やっぱりこれくらえますとねいけませんのでここへももううう一一回度そなるんですねここでもう一遍いきたいとこですけどね今度はかけてもこれがさすがにもう活用できませんので黒はそこでこちらにそれから白がそのようにやれば黒白。 お互い間違いのない進行と。はい。いうことですね。はい、ここで、<え>伸びなかったので。はい。黒のかけが綺麗に決まった一曲でしたね。はい。アマチュアの実践です。はい。星に打ちまして。高目ですね。 この席はね、よく割り打ちしますね。はいはい、はい。ここに黒が落ちますとね、この背中と星が。はい。ずいぶんいい模様になりますのでね。はい、はい、締まりま。まりはい。この手は。はい、ちょっと手堅い。ええ <A>。あの、まあ、一応言たんですね。はい。こうなりまして。こちら。 押しした。大葉ですね。そして、つけました。はい。ここでね。はい。こうやるか、こうやるか。ええ。こちらに持っていくのはね。はい。引いて。次の。つけ引きですね。そうですね。はい、なんか開くと。はい。ちょっとここが硬いですからね、黒が。ええ。はい。こちらに展開せずに。はい。実践はね。なだれていきましたね。はい。はい。それはね、感覚がいいと思いますよ。はい。 ですね。はい。はい。はい。叩きましたね。はい。粉、えー、だれの。はい。だれ上手ですね。ね下がりのがり。はい。曲げですね。ここで主張の関係があります、ね、<っ>悪い時は。はい。そうでしたね。あてんのそこで切りと。結構難解に見えますけれども。はい。これはね一本道ですから覚えてしまえば簡単ですね。はい。 はいここで抜いて、はい、白抜きで終わるわけですね。黒も白も厚い形にしましたね。そ,えー、そして黒がいっぱいいっぱいに詰めました。はい。でこちらに詰め、はい。それも大きいところですね。はいこちら、はい。そこも大きい。ここまでですね。今度は白番ということですね。はいはい、えー、この辺がね、えーえー、ちょっと大事な局面ですね。はいそれでは。 次の一手をちょっと考えていただきましょうか、はい、えー、っとですねはいこの大体ですねええ。<A> この黒の,の広がりをですねはい白がどう考えるかはい、はい、こちらが大切な部分なんですねはいその辺が焦点ですねはい 飛んで荒らしたいと思いますがはい、猫杉はい、<laughs> 頑張りますこうですか、ま、はい、それは一つ攻めますねはい、では押していきましょうまあ、叩いていくような手もありますけどね<え>はい、まあ、逃がしたとして逃がしてくれるんですね、はい、はい、逃がしてあげましょうしはい、そうすると手間ぐらいですか、はい、はい、黒も飛んで逃げますねはいこんなことですか そうすると、だいたい白つながって。そこつながっておかないといけませんね。いい線いってませんか。はい。ここへ。こちらの方に。はい。ましてね。これはどうでしょう。はい、お互い荒らし合いですね。はい。はい。でも、これはですね、生きている形ですのでね、黒が。はい。はい。これは薄くなりましたね。あ、こちら。白がね。はい。黒の、ここが荒れた。え。周りも白のここの荒れた手の方が。 ず、はいぶん差し引きね白損してますそうしますと白のこの手は失敗ですねはい少し軽くいってみたいと思いますなるほど肩からはいは押しますねはい押して,、はい、押してでは伸び、はいまあ、そこで滑ってね逃げとくぐらいですかねはい、はい、こんなことですか<ー>ちょっとこれが薄いですねまだ薄いですか、はい 薄いとなると、何か、こんなことは。出てきますかね。あ,あ、はい、はい。これはですね。ええ。うん。ちょっとは。減らしましたけどね。はい。なんか白の方が。ずいぶん薄くなっちゃったですね。あ,あ、そういえば。はいね、そうでもね、差し引き儲かってませんね。はい。そうしますと、先生、ここにはあまり。入らない方が、はい。そうなんですね。はい。え。そうしますと。 どこでしょう。ここではね、ええ、ここを囲わす。囲わす。はい。つけですね。あ、頭につけですか。ああ。これは羽。ですか。伸びましてね。はい。ま形は突き当たり。はい。はい、白のびですね。ええ。はい。ここでですね。はい。ここに行って。入れとかないと本形じゃないですね。はあ。はい。そうすると、こんなふに打ちましてね。 こうです、ね、はい、今度はですね、はい。ここを打ち込まずに囲わして、はい、その代わり白も字が増えましたね。はい、模様ができましたね。はい、このえ差し引きは、はいえ、ずいぶん白の方が大きな字ができていますね。はい。この並びが本手ということですが、はい、ここで例えば手を抜きまして、何かこちらに。なるほど さっきね大きくまとまりましたからね。<A> はい、消しに来た。一、はい、つは OK ですね。はい。では引いておきます。はい。こういうふうに K マでね。こちらから。こ,こかけますかね、うん。はい。じゃあねここで切りを一本そろそろ入れますかね。ここで,ですか。はい、これははい上から取るしかないですね。<A> ええー。停止ですね。はい。もう一本伸びつきましてね。はいうん、そこでまあ。 つけていく感じですかね。ここへ。はい、これはこ攻める時の一つの要領ですね。<ー>形をこうはっきり刺しにいくわけですね。は,<ー>はい。まあ、そこでこう無駄のないのときをで、はい、っはいこう被せていきますかね。だいぶ黒も重たくなってきましたね。はい、さあ、その辺でここってますね。ここすかはい。 なんだかやっぱりだいぶね借金があるんですよねその格好はねはいは当たりしてまあ逃げるしかないですね黒はこれはちょっと決まってきましたねこういうふうに手繰っていきますねもうこちら大きく捨ててもねこちらの問題がありますからね逃げてきたらはい、ここでバリバリバリとこういきますかね必要ではないですがこうやって地も結構大きいですかはい、そこで戻しておきますねこうですかはい はい。うん、こういきますと。伸びですか。伸<び>さあ、逃げれますかね。逃げられなくなりました。こうやりますと。はい。切って。はい。切りですか。<laughs> はい。ええー、捕まってそうですね。ですね。取りますと。 切りでですすねね<り>、はいまあ、これはです、ね、攻め方の一例ですけどね、はい、要するにここの、はいえー、切る具合がありますのでね、はいえー、この並ぶ手ですぐにここへ踏み込んでくるような、えーえー、ちょっと危険なわけですね。あはい打ち込んでいった実践図と囲わせた成功図違いをじっくりと見比べてください。 局面、先ほどとよく似てますね。そうですね。ここのだけ、そこの定石がね、ちょっと違うわけですね。はい、ここで黒ロですからやはりこちらに開くんでしょうか。この辺まで。さっきと同じように開いてきた。はい。ここでですね。はい。例えばほいじゃあ先と同じようにやってみましょう。はい。羽ですね。こうですね。伸びて。はい。突き当たりの ここに必要なのはさっきと一緒ですね。はい。はい。では白囲いですか。え。はい。ではこんなことですか。はい。はい。これはですね双方互角ということですけども。はい。はい。白はですね。え。今度はこのようには打ちません。はい。この局面では白は打ち込んでいきます。あこちらですか。はい。逃げていきますとね。 はい飛んでいきますねはいやはり逃げましょうねでこういうふうにきましてねこちらはい逃げれば飛んでいくああはいこれは戦争ですねはいはいこれはこれもですねこれも目ガたちが薄いはいはい白の多いところで戦争が始まってしまいましたねはあこの図はね黒いきませんはい えー、先ほどの形はですね、はいえー、目のある厚みでしたね。はい、はい。それに対しては、はい、えー。囲わして打つ。はい。はい。この形はですね、目のない厚みですので打ち込むと。ああ<ー>。はい、えー。打ち込んでいくか囲わすか、はい、そこの判断がね、大切でしたね。はい、はい。アマチュアの実践です。 三三から五目。向かい五目です。はい、向かい五目はね。はい。はい。すぐにかかるのが多いですね。あ、はい。はい、それできましたか。下付けで。はね出しですね。はい。定石ですね。はい。はい、こうですか。はい。はい、よく見かける定石ですね。はい。 先生もよく打たれますか。はい。<laughs> どちらがお好きですか。そうですね。わかります。やっぱり局面によりますね。えー、はい。つないで。はい。ここまでですね。定石は。はい、そうしますと、はい。かかりがいいところになりますね。はい。どうしましたか。ここで剣馬に打ちました。はい。それもね、こちらとのバランスがいいですね。はい。はい、はい。それも大きいですね。なるほど。それは大場ですね。ええー。 こうかかって割ってきたわけですか。はいなるほど。ここで黒番ですね。ここがね、問題ですけどね。まず打ちたいのは。はい。ここへ打ってですね。そこの爪。はい。これは。この石をね、攻めていきたいんですよね。はい。これを攻めたいんですけども、すぐにこう打つのは。はい。白から、かける手がね。ああ。これがいい手です。はい。これ受けるしかないですね。伸びて。 ええ、はい、こうですかはいずいぶんこちらにね、こう打つと変した形になりますねあそうですね、はい、ここがすごく豊かになりますのではいはい。ここに打ってこの石を攻めたいんですけどねはいはい、かけられてうまくないはいえー、これがダメだったんですよねこちらがいいところでしたはいということで挟んでいくのはどうでしょう それはですね、一見飛んで。一見。こんなもんですか。ええ。はい。こうやって。こうですか。この図は見るからに。ね。はい。この厚み。ね。中で、こういきなきゃいけませんので。はい。はい。これは苦しいですね。はい。はい。それでは、白から桂馬を打たれないように。先に。コスむのはどうでしょう。なるほど。まあ、白がこう受けますとね。はい。こういくわけですか。そうなんですよ。はい。 それじゃね、これで。こちらを守りますかね。あ、こちらを先に。これは。どうしましょう。手を抜けば掛けるということなんでしょうけどね。はい、ここつけて。はい。はい、定石ですね。こういう感じですね。はい。はい、あたりを打って。はい、継ぐのはちょっと覗きが嫌ですから、まあ、け継げば定石ですけどね。はい、ここ受けてましてね。はい。 こすんで受けさせてこういこうと思はい。こっち来ちゃって。先にかれてしまいましたね。もうちょっとうまく行きませんね。もうちょっとですか。はい。先生もっといい手を発見しました。はい。ここくっつけていくのはどうでしょうなるほど。これ羽ですね。はい。そこで伸びまして。うん。ですか。こっちですか。はい。押さえですはい。はい。ここでね。え。まあ。 ちょっと薄いんですけど。はい。とにかくここが忙しいですね。白はね。ここ打ちます。そちらいってしまいます。ここは挟んでいきますか。そうですね。こちらに弱いしがあればね。はい。こう切っていったりする狙いもあるんですけど。まあ形の急所としましてはね。はい。ここですね。ええ。押しますか。押しですか。はい。二目の頭ですから跳ねます。ちょっと辛い形ですけど。曲がりましてね。はい。はい。ええ、これはですね。はい。 この石とこの石の喧嘩なんですけどね。はい、あの白の形も一見辛そうですけど、ここで起こる戦争はですね。はい、背景が真っ白ですよね。白が強いですから。はい、この後ではね、ええ、ここからは戦えない。はい、この手はね、相当な手ですけど。もう一工夫。はい。ここでですね、先ほどのつける手までは良かったんですよね。はい。はい。ここまで。 そこで切るんですね。ここで切るんですか。は, <い S 1> はあ。これはまあ例えば差があればですね。<はい S 2> 伸びてこちらを。はい。これ抱えるしかないですね。はい。そこで当てましてね。ええ。はい。繋いですね。はい。そこでこちらに回ると。ああここで黒こちらに行けるわけですね。こう架を避けましてね。はい。ここ決めといてからやっとここへ回りましたね。 はいこうなると後のこの攻めが楽しみですねはい下がり以外に考えられる手ははい割り込んでそれもちょっと怖いような気がしますねまこれ次ですねはいはいそうやってからですねえま例えば取りますかはいこれステージですね一つはねいつもこうはい二目にして捨ててから当たりここも禁止します つなぎのこういう手順で切らしていきますね。全部切いてしまいますね。すか。え、あたり。ここまで。はい。鳥の。はい。はい。そこで回りますね。やはりいいところにこれも先ほどと同じこの攻めが楽しみですね。はい。ここはですね白の厚いところは固めてしまっても何ら苦痛はないですね黒に。はい。ここでですね。はい。 白も頑張った手としては、はい、当たりを打ちましてね、当たりを、はい、下がりの当たり、はい、はい、出たときに隅へ潜り込みましてね、はい、はい、当たりしてつないで、はい、はい、こういう形でね、黒の応心を聞くと、ええ、これが一番まあ頑張ってる図でしょうけどね、はい、はい、まあ一旦ここへねかけ継ぎまして、こちらへ。 はい、これは白は、はい当,たね、当たりを。で、まあ、取っとくぐらいですね。はい、はい、こんなことですかね。まあ、これが目一杯、白も頑張ってる図ですけど。えー、はい、ここでもやっぱり、詰めておきますね。こちらに。はい。はい。これはなんか、守らないといけませんね。はい。はい。もう一つ白に、ここに来ますとね、形が出来上がってしまいますので。はい、ここはね、攻めの急所です。はあ、ここ。はい。そうしますと。 こうですか何かそうですね。守りですね。そこでこうやって。はい。なんとなくここからのぞくてとか。ちょっと嫌なんですよね。はい。守りぐらいですね。はい。はい。突き当たって。こぐらい。はい。はい。これで一段落ですけども。はい。はい。ここでね一旦お休みしてこの辺盛り上げておきますか。こちらですか。はい。ああ。こんな局面ですね。はい。この局面はですね。ええ。まだ。 の切りの具合とかそれからこちらのですね切りからこちらの攻め具合ではね切りから持っていく味とか残ってましてこれも黒の打ちやすい局面。この局面はですねここに打ちたいんですけどねちょっと付け切りの工夫からこういうことですね。 これを精神しましてね。はい。はい。もう、ここは固めても惜しくないと白の厚いところですからね。はい。そして、対応のここに回ったとはい。はい、打ち込んではいけない形なんですね。はい、そうですね。はい。黒の付け切りからの手順を、もう一度見てみましょう。まず、白の下がりには。 白の割り込みには アてには。 こうですね。はい。若手同士の語ですね。はい。ここにかかりまして、はい、こうですね。ここで白が外をつけまして、羽ですね。はい。定石ですね。はい。で、ここ行ったんですが、うん、珍しいですね。はい。よくあるのはこうやって、<A> はい、切った方を取るぞというね。はい、はい。伸びた。 力強いですけどね。えー、はい、つぐいてですね。で、はい、こうなります。の、開きですかね。はい。そこで白ここまで開きましたね。頑張ったやつですね。はい。え、普通はこんなもんですね。えー、はい、これは入ってこさして、戦おうということですかね、はい。で、黒は入っていきましたね。そうですね。もう勢いですね。はい。こうなりまして。こうです。 なかなかねしつこいですね食らいついていきますね <laughs> そうですねそして白は白で黒を攻めているような、はい、意地の張り合いですねはいこうですねでこうなりました、うん、ここが急所なんですか一応ねどっちこう差し込んで、はい、どちらか切っちゃうぞというとですねああ、こことここが、はいえー、白は をかしていきました、うん。すぐに打たなかったわけですね。守らなかった。はい。はい、そちらにもたれ込んでいきましたね。ええー。うん、つないで。はい。次ぐらいまでですか。はい。はい。さあ。ここは気になりますけどね。ええー、まだ打たないんですね。こう打ちました。なるほど。はい。これは、ここはこらえちゃいけませんからね。はい。守りですか。白は白で黒をやっぱり。 これを攻めようということですねお互い攻めたいというはいなるほどこっちに来ましたかここで差し込みがあるわけですけどねはい差し込むとはい下つぐしかないですね下つぐんですかはい切りのこっち渡れるわけですねこちら渡れるはいこれですとねええ。とりあえず切れますけども字が損ですから ただし白も怖いので、ええ、こちらでね、用心したと。はい。はい、そうしまして、黒は。はい、この用心に対して。黒も用心ですか、はい、そうですね。黒も目がありませんのでね。はい。はい、こう切ったんですか。はい。これはそんなもんですね。はい。押していくんですね。うん、はい、押していきますね。

ここのキリの味の具合でね、はい、えー、これ攻められることはないんですよね。えー、はい、この局面を、えー、黒がですね、はい、はい、どこに狙いをつけるか。 大きそうなところですよね。はい、これは大葉ですね。はい、えー。大きいんですけどね。この辺を垂れましてね。こちら。はい、えー。これは確定人ねなってしまいますね。暑いから。えー、えー。ここはですね広げてもはい。はい、こう一転飛びがねかえって光ってしまう。ああ<ー>。はい、はい。ですからやはりここにですね、はい、今手をつけていかないといけませんね。はい。ということは何か、はい、こう入るのはなるほど。はい。 それ根こそぎあらせたらね、気持ちいいんですけどね、えー。はい、これはさすがにね。こうですか。はい、ええー、目を作らさないですね。はい、をつけたりさせてね。はい、はい。ちょっとここでね、えー。ふらふら逃げていくのは苦しそうですね。えー、はい。これはまあ、ちょっと無理と。無理ですか。ということですね。そうしますと、もう、外からかかるんでしょうか、はい。なるほど。それはですね。相当鋭い手ですね。はい、ええー。まあ、ここでね。はい、受けるんでは。 こうサッとね。こっちにかわって。だいぶねぎってますね。この厚みがちょっと余分という形でね。はい。白ははい。ここに受けずに。はい。こういうことはあり得ますね。ハサミですか。はい。そうしますと何かこちらにつけるのははい。鋭いって知ってますね。はい。それ正解なんですね。勉強しました。はい。伸びたらこうですね。ええ跳ねてをはねるというやつですね。 押さえてくるとつないでつなぎに下で切るですね。えこっからの腹付けね、はい、それは一つの流れでね、ある手なんですね。え今の伸びていけませんね。じゃ押さえるとどうなるか。押さえですか。はい、切りますね。はい、はい。これはね、あの付けからいきますとね、えこれ外してください。はい。これ付けからいくのは下がられて。 あ、はい。え、これは同じ手順になりませんね。はい、最初のように、ここつけて。こちら側から。もし押さえてきたら、切るわけですね。はい。はい、これもさばける形です。え、白はですね、こうなると。当たりして。こうですか。はい、伸びて。当たりして。ま伸びて、次までが必然ですね。はい。はい。ここで。こすみぐらい。はい。はい、この石が動けませんね。はい。はい。 この図は、もう、根こそぎ白の模様が荒れてしまいましたね。えー、はい、えー。ここから迫っていきましたね。はい。それに対して、こう挟むのは。はい。はい。うまいこと黒に仕事されてしまいましたね。はい。はい。そうしますと、先生、この手が正解ですか。はい。相当鋭い狙いなんですけどね。はい、ええー、これはね、白の。抵抗する手段を、ちょっとやってみましょう。ええー。突き当たります。 こちらに。はあ。普通ではね。はい。ありえない手なんですけどね。あまり良くない手に見えますよね。これ立つしかないですよね。はい、そこでこういうふうに。こちらを守らずに。はい。こちらですか。はい。やはり常にね。周囲の状況ですね。はい、ここまで競り上がってきてますからね。はい。もう無理やり戦いに持ち込むと。はい。ちょっと怖いですけどね。はい。ただしこうつける手はね、防いでますので。はい。黒は。 今度はねこちらに来るしかないですね。このぐらいしか。はい。まこれ一旦こんな風に、ね。はい。受けますか。えー。はい。ま抑えてくるしかないですね。はい、はい。そこでもう露骨の露骨でね。できるよ。差し出して切る。はい。はい。はい、こうですか。はい。これは見るからにね。はい。袋を持ちませんね。白と戦えそうですね。これだけしかありますから。はい、えー、普段はないででもね。はい。周囲の状況で。 えーえー、黒がね破壊されてしまいますね。はい。はい。抑えは無理ですのでね。はい、はい。引き上げるぐらいですかね。はい。はい。今度はまあ受けときますね。はい。はい。逃げますか。こっちですか。飛んでいきましてね。えー。これはどうでしょう。そうですね。これはあの。 この外にね、はい、逃げましたけど、えー、これからずっと追いかけられましてね。そうですね。白地もあまり減ってませんね。<ー>はい、またこの辺も、はい、この石を攻めて、白地になりそうということで。えー、はい、結局重たい形にされてしまいましたね。はい。ここが正解かと思ったのですが、あまりうまくいかなかったですよね。はいえー、正解はどこなんでしょうか。はい、えー、この局面ではですね。はい。 はい、ここにさんさんにですね。すぐにつけていく。はい。こんなところへ。これがですね。この情景をうまく捉えたね。え。あ、機敏な手ですね。はい。そう変化はないですよ。はい。押さえますと。はい。こう跳ねていく筋ですね。跳ねですか。はい。そして。切りですか。切るのは下がりましてね。はい。はい。この石とのね。はい。振り返りですか。取って。当てて。 当てて。はい、えー。次ですか。はい。はい。こうやりましてね。はい。まあ、これは効きますけど。え <A> 抜いていて。これですと。はい。これはね、えー、これが捕まらない限りはもうこの字が全部荒れてしまったということですけどね。はい、はい。とてもね、えー、攻めきれないですね、この後はね。はい。白の抱えはダメでしたが、はい。こちらに合うのはどうでしょう。はい。 それはなかなか頑張りですね。はい。黒は。切って。これは伸びます。曲がりますね。曲がり。これ捨てたらさっきと一緒ですから伸びですか。はい。はい。はえますね。はいですか。はい。次取れますからね。白は。はい。どうですか。跳ねて。はねてくるんですか。はい。そこで。さっと開きますね。あ。そちらに。はい。この変化図は。はい。 えここには入れませんよね。押しが効いてますからね。そうですね、はい。曲げれば伸びて。ここがはい、受けておく。これはですね、はいえ。相当ここをねぎった上に。はい。はい。この辺がね、黒の字がついてますね。上辺を、はい。これは黒がうまくさばいたとですよ。はい。切るのはダメですから。はい。こちら側から当てて。はい。つながせて。 伸びるという手はどうでしょう。なるほど。これね、貼ってそのね目を作りに行くのはね、これは惨めですのでね、これも切ってね、こちらサけるかどうかね。あ、はい。これは抱えます。切りますね。切り。はい。これね、ぐのはまたここが効きますから、まあ抜きですか、頑張りはね。はい。当たりしまして。はい。次ですね。はい。ここでね。え。 頭にピシャッとこうねつけるのがおまえですよ。こちらをこれはどっちか出てくるんですよね。こちら当たってね。はい。お仕舞いですか。はい、これも曲がってましてね。はい。これもねこうえぐえぐりましたね。あと曲げが良くなりますしね。はい。はい。これはちょっとぬるいですからね。ええ。これ出なきゃもうしょうがないですね。はい。ではここでこちらを出てますね。はい。 押さえていきますはい這うしかないですね、えー、こうですか、はい、これ取るんじゃねはい押さえがきいてはいもう一回手がいるわけですね、はい、でもさっとこう開かれましてねはい、はい、これはひどいですからね、えー、はい。これも貼っていきますねはいはい、はい、もうこうしてしまいますとね、はい、また手抜くと今度押さえが効きますから そうですねここまで這わないといけませんね二線を這うのもちょっとついですねはいここまでですねはいこれもねまだ抑えがくるとねここ曲がっていく狙いがねはいあるんですね狙いというのははいまあ抑えましてね手を抜くとまだこうやってきますね白が手を抜きますとこうなるこうはい下がって下がりですかはこうくればはい こう行きますね。はい。はい。詰めれば。はい。はい。ここ一発って。ああ、こちらへ。はい。え。はい。つない。当たりですから、つなぎますね。こうやって。こういきますと。攻め合いが、はわれて負けですね。これは。ここ入れませんからね。本当ですね。黒が全部取ってしまったんですね。はい。 はいえー、これを先手で取り切るには、えー、もう一本はいがありますね。<ー>はい、ここまでですね。黒はありがたく。ようやく、ね、ここで、えー、収まりがつきましたけども、二千、はい、をたくさんはいましたね。えー、はい。ほんのわずかな字ですね。これはね。はい、はいえー。ここをですね。どういうふうにこの白模様を消すか。はい。はい。えー、三三の付けからね。はい、はい。機敏な手段でしたね。はい。

シドの当てには。 こちらの。かなり高段社の碁です。はい、ここで黒がかかりまして。はい、白地に辛い定石ですね。はい、付け引き定石です。ここで開きですね。はい、ここで白が。高くかかりました。はい。挟みまして。 はい、ここはね。なるほど。戦う感じじゃないですね。ええ、石数が黒いですから。こう。ね。普通に一間だと。え、攻められそうですのでね。はい。え、かわしつつと。相手の石のね。多いところでは。で。さっき。裂いていきましたね。はい、定石ですね。はい。はい。これを利用してね。こっち潜り込もうということですね。この定石は。はい。こちらを押しまして。 ですかね。はい。こうですか。はい。これはね、えー、これを犠牲にして炭、えー、を取ってこびも出したということなんですけどね。はい、ちょっとね、この切り具合は薄いんですけどね。あ、はい。上席、はい、ですね。そこで黒がかかりました。はい。で、ここに挟んだんですよね。それちょっと元気がね、ある程度ですけどどうですかね。はい。はい、えー。ここでね。えー。 黒はどう打ちますかね。えー、もし、どうやって打つのはね。三三。はい。こっちを抑えられましてね。はい。普通は。はい。ですか。まあ、こんなふうな定石を打っていくのはね。はい、えー。ちょっと元気がない。は,はい。黒は。一見で。はい。正解ですね。はい。白も受けですか。はい。ここで、どうやるか、はいえー。実戦はね、こうやっちゃったんですよ。 あ、これですか。はい。はい、ここまで良かったんですけどね、こうやってしまってこう逃げられちゃった。はい。これはいけませんね。はい。はい。これここでね厳しい手を。やはりこのたくさんの黒の石をうまく利用して、はい、そうですね。この攻めを見るわけですね、はい。どう攻め上げるかね、この石をね。はい。はい。 先生それでは正解を教えてくださいはい、もう見ずにね、防止します帽子はいああ、なるほど、いいところですねただ、ちょっと傷もありますからはい心配な気もしますが手口がね、どっちから出てくるかはい、覗きをそれなら次ですねはいはい、仕方ないですねこの辺はどうでしょうこれはまあ覗いてこういうふうに出てくるのはねそういう形ですねはいはい もう切らなければね、いけませんね。白も切ります。はい、これは当てて。当て。はい。白も一つは絶対ですね。はい。そこで継ぐというのがね、形ですね。はい。はい、これはもうのっぴきならない戦争ですね。ええ、どうなりますかね。当たりですか。はい。次で。はい。どうしましょうね。こちら曲がりぐらいは。なるほど。うん、これは一つこちらを曲げますかね。こっちを。 はい、はい、伸びて伸びはい、急所に一発ああ<ー>、感じすね、ここで急所、はい、ちょっとこれ苦しいですね嫌なところですえー、これも曲げていきますとこうですね真ん中へ飛びはいこ,、ね、これはどうでしょう、えー、ここでね、切るのもあるんですけどねはいとにかく上はつくえー、羽ですかはいまあ、こんなもんですかこうですね、手厚く あ、はあ、こうですか。これはこちょっと薄いですからね。はい、はい。ここでまあつけたら渡れてますけどね。あ、そうですか、はい。ここへ出ていって。こちらを。はい、はあこれはもうずいぶんしっかりしてますね。これとこれはね、ここの具合が薄いですから。え、はい、はい。ここに石が来ては、はい。ちょっとバラバラの感じですね。白がね。こちらの黒がまたいますから。はい、これはもう白持ちませんね。はい。 のそきからのつけは失敗に終わりましたので、はい、白こちらをつけてみたいと思いますなるほど、えー。これはとにかく上たたきですねたたきはいこれは伸びぐらいで。はい、ここでもねえつ <A> き当たったりしますとねはい <A> ポンとこう白がねあここが9種なんですねはい黒ははいここ打ちますね先に行くところなんですか繋がるのにこんな手を打てませんからねやっぱり突き当たりですね はい、ここで上を継ぎます。あ、がっちりと。はい、上で頑張りますね。はい。まあ、曲がっていきましょうか。今度はここ、裂いていきますね。あ、そこ。はい。これは。こちらの方は、どうでしょうか。今度はね、もうこちらの戦いが大きくなったから。はい。こちらは少々損してもいいですね。あ。除いて。はい。こうします。はい。と、にかく、こっちを止めてしまいます。はい。はい。これから、戦争ですね、まだ。え。はい。白は、ここで。 ま一回ここ守りましてね。はい。こうですか。逃げるぐらいですけどね。はい。この定石ね。え。ここの切り具合がね。はい。ちょっと弱点なんですね。ああ。はい。ここまで来るとここへ切っていきますね。ここですか。はい。はい。これもうこうね白も頑張らないと辛いですから。ええ。二つにしてはいこう来た時にですね。はい。当たりとして。当たり。はい。逃げた瞬間にですね。 ここへ行くんですね。そっちへ行ってしまうんですかこれも下がるしかないんですよね。はい、そうですね。つないで。つなぎ。はい、これ取るしかない。ここで取られてしまいますかね。そうですね。はい、そこでね、黒がこんな風にやりまして。そちらから当たりですかはい、これ取ってバシッとね、押さえられるの、また当たりで辛いですから。はい。はい、そうすると出てきますか。はい、出てくるのもね。 当たりしてもう一度当たりはい出れば当たりしてですね、はい、逃げた瞬間にはいはい取られてしまうよねがっちりこれははい潰れてしまいましたねはいの初期からの付けもこちらの付けも失敗してしまいましたので、はい、横に飛んでみたいと思いますなるほどはいここでねはいこはこのここへ切っていきますそこへ すぐに切ってしまうんですか。これも当たりですね。これ損なんですけどね。はい。取られるわけですよね。ここで切りますね。はい。ここを静止にしてですね。はい。この白を攻めてしまおうと。ああ。はい。もうこの弱い石が生じてますのでね。はい。はい。ここではもうここをね、少々損してもいいんですか。はい。はい。ここで。じゃあこういきますと。 それをですね、まつげばろう取れてんですね。はい。はい。こうやった瞬間にですね。これが名手なんですね。そちら。へ。はい。これ一目はいらないですか。え抜けば抜きますよ。渡ります。渡り。はい。ああ、そうしますとこちらの石は大丈夫なんでしょうか。これはですね。ええ、なんかいって入れた時にですね。はい。この四つの石がはい。 これ危ないんですね。危ない。はい。爪ご爪ごになってます。あ、本当ですか。どう危ないんでしょう。これ置いてですね。ここから。はい。置いて。これは最近ですね。からここへ移すと。そちらに。はい。これで死んでます。はい。もうちょっと詳しくやると、羽で下がって、はい。ね、ここで生きに来ても渡りで。はい。 目がないです、ね。はい。ねはい、最後まで確かめておきましょう。白が攻め合ったらどうですか?。はい。念のためにね。はい。はい。放り込んで。取っておきますか?。 黒の行って勝ちですか、はい。ここの抜きを打つと白。はい。それはえ、無理ですね。はい、はい。これ下がるしかないですね。はい。はい。そこで黒も。つないで。いではい。はい、はい。はい。それでかけられてですね。あ、ここでかけるわけですね。はい、えー、締め付けが効いてますね。これがね、はい、まだ取れてませんからね。えー、はい。この締め付けになると白はいけません。はい。 白の飛びに対して黒はすかさずここに切りを入れました、はい。そっから持ってきましたね。はい、下がりまして、はい、そこで切ったところですね。はい、で先ほどは、はい。当てた時に、はい、えー、黒のこの苗字が出ましたね。はい。はい。それで白はここではですね、はい、えー。切った時に黙って、あ、取るぐらいなんですね。こちらに、はい。はい。そうするとかけます。はい。はい。これはですね、えー、ビシッとこう絞られたら。 はい、嫌ですので、白もね、こうやって、はい、じゃんじゃん。稼いでいくのが勢いというもんですけどね。取っちゃうんですね。はい、つないで。はい、あたりですから、つなぎましてね。はい、何もない状況で、こんなことすると、黒は損ですけどね。はい、この局面では、まあ、これぐらい入れておきましてね。はい、もう出口がないですね。こうやってきても。はい、上止まってますね。これで。はい。 真っ黒系になっちゃったですね。大変ですね、はいえー。この後はですね。はい、えー。こう挟んできたときに、はい。一見飛びから、はい。はい。白の定石の欠点をついて、はい。帽子からうまく攻め上げたと。はい。指導権を取りましたね。はい。常に主導権持ってましたね。はい。うん プロノの帽子からの攻めを復習しましょう。